っしゃいませ。聞かせてくださいよ。バカみたい、聞いてくれ。みたい子供なのね、夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、強い御三家でも
カみたい。聞いていたいくらい。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。たく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するなら、そのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今はここでこうして耐えて身を洗って、シャバの楽しいことを目いっぱい考えて、明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません？そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り、俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっそうやな。冴島さん、俺冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか？そう。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもう済んだわ。それより、ババちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。え？もしかして、それを気にしてわざわざ運動場に？ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当ですか？ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、そりゃよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。ババのやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていたババを勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあババのやつどこ行ったんだ？俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか？それがババの面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと？ほんなら奴はどこ行ったんや？
あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らずババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。こいつやりやがった。痛えよ。違う、俺じゃない。どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない。俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。なんやて？俺じゃない。俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。いえ。西島さん、どうでしたか？そうですか。結局ババがやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けどせやったらあの刑務官らもババを犯人扱いできへんやろが。そりゃどうかな。ん？被害者本人がババに刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、ババちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、ババちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。ほう。でもそれだけじゃババがやったって証拠にはならないんじゃないのか？もちろん。でも俺らも刑務官もみんなババちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける
間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけどババは自分はやってへんって言うとるやろが、自分らそれ信じへんのか。ババを信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。ババちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃないババちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器をババが取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男はババちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器はババちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探ってババが用意できんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくともババちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん、日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらないやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事がムショにおるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といえ犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で、具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね。手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか。まるで刑事の口ぶりだな。さあ、気合い乗ってきた。やりましょう。ああ、
結局凶器ののみが木工班のものだったってことは分かったが、それが誰のものかは分からずじまいか。直接のみを見ることができたら誰のつこてるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器なら馬場と一緒に刑務官が持っていっちまっただろう。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出どころの調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしじゃないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って帳場相撲に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰棒どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやさん、あんたまさか。窃盗数1万5000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事、ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、馬場のためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。